JBDA プロドラコンツアーとドラコン世界選手権優勝を目標に練習中の部長のリーです。今日はヘッドスピードアップにめちゃくちゃ効果的な練習法です。ヘッドスピードを上げるためには手元を時計の12時から9時までの間で強く振り下ろしていくことが必要になりますが、それを鍛えていくドリル練習なんです。12時から9時までを超高速で動かしていきます。今回は空気抵抗の強い4枚バネの練習器具を使って12時9時をスピードアップさせていきます。4枚バネがない方はゴルフクラブで代用していただいても OK です。左足を踏み込むと同時に12時9時で腕を全力で振り下ろしていきます。かなりきつい練習になりますが、これをやった後にクラブを振るとヘッドスピードが上がっちゃうんです。皆さん一緒に頑張りましょう。